私ももう50年近くオフしてますから、ここにある木は一本一本にこう愛着というか思い入れがあるわけですね。秩父杉のような800年以上生きてきた木だけではなくて、あらゆる木がですね一体となって一つの森を形成しているわけですから、命があるわけですよね。まあ、そこに命を感じるというのが、まあ、楽しいことかもしれませんですね。